立花山は、福岡市東区、かす郡新宮町及び久山町にまたがる、標高367.1メートルの山である。都市部に近く、楠の木の巨木など、自然に恵まれた山として、南の三日月山と共に親しまれている。また、立花山は、中世の立花山城の跡としても知られている。立花山は七つほどの峰からなる山群であり、 そのうち三つの峰が目立つ。立花山の名前はそれらの総称としても、またそのうち最高峰を表すものとしても、用いられている。最高峰は、青老山あるいは、本上の遺書を持つ。この青老山北西には0 4トルほど離れて、松尾山、その西0 3トルには、白竹がある。その他低い峰がいくつかあり。 18世紀の筑前国族風土記には、大、つぶら・小、つぶら・大一足、小一足といった名が与えられているのが見える。また、聖老山は少し離れて、南に1キロメートルほどの三日月山ともおねずたいに結ばれる。福岡市東区の国道3号脇から望む、立花山新宮町現場から望む立花山南西の福岡市東区菓井からは、周囲と、 独立して突き出したような三つの峰が並び立つ姿が目立つ。北の新宮やその先の限界のだからは二方の山のように見え、かつては海や陸の交通の目印ともなってきた。古くは二神山と呼ばれ、イザナギイザナミを祀っていたという。伝承では、立花の名前は805年に最長が唐からの帰国後、立花山に特古寺を建立した時、 立てかけていたしきみの枝が根を張り上がって花が咲いたことから来るとする。三群の地質は北側の河口戦力岩と南側の三群編成岩の個性相当に二分されている。山は広く商用樹林で覆われ、特に山腹でクスノキが優勢な得意な構成を持つ。三群全体でこれらのクスノキは数千本に上り、 幹は高く伸び事故30メートルを上回るクスノキも600本ほどあって、その規模は日本に他に例がない。他にも山中にはタブノキやカゴノキなどクスノキシナノキが多い。立花山のクスノキは原生林と申され、その時にはクスノキの分布の北限にあたる。ただしその得意な植生や一部に一列に並ぶ木が見られること、若木が見られないことなどから、 植林されたものが、江戸時代を通じて、乙女山として伐採が禁じられ、保護、育成されてきたためであろうとする意見も強い。巨木は特に、立花山の東斜面に多く立花口と山道の、途中から、クスノキの巨木の群生地へと至る道がある。六合目以上のクスノキは立、花山クスノキ原子林として1928年に、国の天然記念物に、 1956年には特別天然記念物に指定された。また2000年には特に大きなクスの木、立花山大クスが林野町の森の巨人たち百選の一つとして選定されている。立花山大クスは幹回り8メートル近く、樹高30メートルあり、樹齢は少なくとも300年と推定されている。立花山。 標高367メートルの日鎌倉時代以末の1330年に、文豪大友氏の大友貞都によって立、花山山軍に、立花山城が築かれて、以来、立花山は南北朝戦国時代を通じ、公益拠点であった博多を見下ろす、軍事的に重要な要塞であった。有望な武将として知られたと時間連は1569年の、 タタ浜の戦いで、毛利軍と戦った後、立花道雪として、立花山城城徳となり、今は、立花口の梅竹寺に眠る。また、道雪の家督を継いだ、立花光鶴虎は1586年に、島津軍の大軍の侵攻に対して、立花山城に籠城し、激戦の上これを撃退した。1601年に、福岡城が築城された際に、 石垣が移築され、廃城となったため現在は一部に石垣と古い戸が残るのみである。石垣は、聖老山から松尾山へ至るルートの途中などに点在する。立花山、三日月山は、ハイキング気分で気軽に自然に親しめる山として一年を、通じ休日には、家族連れでにぎわう。立花山への登山道は、北の新宮町立花口。 西の東区下原からのルートがあり、いずれもふもとからは40から50分で、西楼山頂上に至る。立花城本城の後であった山頂は平らで、西側が開けており、玄海灘から海の中道を挟んで、博多湾、福岡市街を一望できる。海西には、駅、沖の島まで眺望できる。松尾山、白滝は登山者が少なく、山頂は、 木が茂り、眺望があまり良くない。三日月山井は、南西の長谷ダムのダムコークやダムの南端、三日月温泉そばなどから登ることができる。聖老山からは、おねずたいに30から40分ほどである。山頂からは360度にわたる眺望が広がり、元旦の初日の出や、花火大会の時にも登山者でにぎわう。ありがとうございます。